どうするハンザ。どうするって行くしかねえじゃねえか。ここでこうやって待ってたって日が暮れちゃうだけだよ。てめえ忘れてやがるな。話したじゃねえか。この先の峠にゃ怖え山の神様がいて旅人を食うんだってよ。聞くところによるとそいつは雲を越す大入道で、一つ目に睨まれたらでけえ一本足で踏み潰されるんだそうな。しゃあそいつはちょいと勘弁してもらいたいもんだな。おめえなんでこんな人気もねえ恐ろしい山道を選んだ。バカ言え。俺がちょっと目離した隙にてめえが勝手にこの道をとっとこ進んでいったんじゃねえか。本菊ではないか。人がおるところへ出てくるとは珍しい。旦那様、やはり美濃へ参るのは容易ではありませぬ。玉移しに使う黒蜜の太刀、村政で代わりはできませぬか。相模の黒蜜は腕は村政に遠く及ばず作刀も少ない。故にあまり世に知られておらぬが、実は特異な力を持つ。その刀身には地獄に由来する魔性の力を帯びているのだ。地獄の獄卒らは亡者を切り刻んでは生き返らせ、休みなく繰り返し攻め子を与えるのが仕事。黒蜜はその獄卒が持つ喝殺自在の大なたを地獄より持ち出して刀に打ち直したのだと言われておる。黒蜜の生活近く鎌倉あたりであれば、他にも作刀が埋もれておる山と探し回ってみたが、徒労であった。お主らようも無事でこの山奥まで来れたものよの。ここまで化け物には襲われなんだか。俺ら山に入るときにそこの娘に高い魔除けのお札を売りつけられて持ってるんだ。聞いてもらうには困る。だけどこの先何人も旅人を食ったすごいやつが出るって噂じゃねえか。いや怖いわけじゃねえんだがよ。おや、娘さんも後先考えず来ちまって立ち往生かい。こりゃ死んだ。いやこっちの話だ。何でもねえ。こんなだけの旅や心細い、安心しなせえ。オイラがついたら怖かったらギュッと抱きついてくれて構わねえよ。年頃の娘の身でこの寒いのに足をむき出してどこへ行く。このこっちもそいつを退治しようと来たはいいが、お札が尽きたので山を降りるところじゃ。お主らもそうせ。人臭い、人臭いぞ。しかも若い娘の匂いだ。山を越えようとする者は踏みつぶして食ろうてやるぞ。Yeah!
Thank you.